皆さん、こんにちは。英国の超能力者、パーカー氏は、英国では広く知られている著名な予言者です。パーカー夫妻は今年の年始、ライフ配信を行って、アメリカ政治家バイデン氏の暗殺、ウイルスの発生源、UFO、 宇宙人など未来について多くの視聴者からの質問に回答したことがあります。今日はパーカー夫妻の回答についてお話しします。パーカー氏は2016年のトランプ氏のアメリカ大統領に当選や2019年の英国首相メイ氏の退任とジョンソン氏の後任、ウィキリークス創始者、 アサンジの逮捕、オーストラリアの山火事、香港の搬送中運動、言い換えれば防犯条例改正案反対デモなど、いくつかの大きな出来事を的確に予測したことがあります。しかし予測が失敗したこともありました。例えば2019年の後半にトランプ氏が2020年に アメリカ大統領に再任されると予測していましたが結局トランプ氏はできなかったんですね実は2020年11月以降トランプ氏のアメリカ大統領再選の予言を改めてトランプ氏は前世の合力のせいで再選できないだろうと予言を直したのですだからこの予言も実際には当たったのですまた2020年には インドと中国の国境紛争が起き、香港での反創中運動がさらに激しくなり、中国本土で新たな混乱が起き、共産党政権が維持できなくなり、習近平は巨大な圧力に耐えられないため、重大な改革をし、中国は民主化されるだろうとも予言していました。これらの予測の中には、当たったものもあれば、当たらなかったものもあります。 にもかかわらずパーカ氏はネットユーザーからの人気が高くインド少年アナンド氏とマレーシアの著名な予言家ダト氏と堂々の人気を誇っていますパーカ氏は子供の頃から他人の頭上のオーラが見えたのです妻のチェン氏も超能力がある人で夫妻の間には超能力で死を伝えることができます 今回のライフ配信の最初の質問はアメリカの政治情勢についてでしたアメリカ政府はいつも極左でなければ極右であり暗闇勢力が政治を操ってないと否定することができなく メディアも非常に失望的で BPC のようなメディアであっても非常に強い政治傾向を持っておりアメリカのメディアはなおさら今回の選挙で左派と右派に分かれていたため一般人はメディアを通じて物事の真相を知ることが難しくなったと話しましたバイデン氏について バイデン氏は任期中に暗殺されるかあるいは自分の健康上の理由で任期を無事に終えられないのではないかとパーカー夫婦はとても強い予感があると話しましたバイデン氏の健康状態は噂されているほど良くないでしょうこのことはいろんな評論家たちの観点と一致しています バイデン氏は健康状態のため権力を失ってしまうでしょう。2020年後半に発表されたパーカ氏の2020年の予言の中には、2020年は全世界的に社会不安、武力紛争、政治的変化の一年になるだろうと予言してあります。つまり、来年は不安な年になるということです。 もしバイデン氏が本当にパーカー夫妻の予測通りに暗殺されるとアメリカでは社会不安と武力紛争が起こるのではないでしょうかバイデン暗殺についてパーカー夫妻だけ予言したのではありません。私が今年1月19日アップロードした番組で ツイハイズ第46章の予言を分析するときこの予言はバイデン氏の暗殺予言ではないかと話したことがあります。 この予言は中国の唐の時代の予言です。また CCP ウイルスの発生を正確に予言した英国の超能力者、ニコラ氏は2020年後半の予言に非常に恐ろしい光景が見えたが、その中には世界レベルのある男性指導者が暗殺されるシーンが見えた。暗殺される人は誰かよくわからないが、 この出来事が世界に与える影響は非常に大きいから発生してほしくないと話したことがあります。ニコラ氏が予言した世界レベルの男性指導者はアメリカ大統領バイデン氏ではないでしょうかアメリカ大統領より影響が大きい世界レベルの男性指導者はないでしょう。私が知っている予言の中、 古代から現代まで少なくとも3人の預言者がバイデン氏の暗殺の予言を知ったのですバイデン氏は本当に暗殺されるでしょうかバイデン氏は大統領就任以来今まで外国を訪問する計画がなく外国首脳との会談もなかったんです しかし、ハリス副大統領は権限を超えて、カナダやオーストラリアの首相をはじめとする各国首脳と何度も電話したことがあります。バイデン氏は就任してからすでに40日以上経ちましたが、正式な記者会見を開いたことは一回もありません。 関連によれば2月下旬には議会で演説するはずですが、それもまだやっていません。3月3日、バイデン氏は民主党議員へのオンライン映像演説の後、議員からの質問に答える準備を知っていたところ、衝撃的な発言をしました。バイデン氏は、もし私の仕事に関する質問なら喜んで答えます。 シーさん何でもやらせてくださいと話しました。バイデン氏がこのように話した後、ライフ配信がすぐ切れたのです。とにかくバイデン氏には謎が多いため、すべてが疑わしいです。バイデン氏が任期を正常に終えない場合、ハリス氏がアメリカの初めての女性大統領になるのではないでしょうか。 パーカー夫妻はアメリカでは女性大統領が誕生する可能性はあると感じているがハリス氏の可能性は低いだろうと言いました。ではヒラリーでしょうかペロシでしょうかやはり謎ですね。待ってみましょう。パーカー夫妻の答えは実はアメリカの未来に対する予言とも考えられるでしょう。 これからのアメリカ政治にも面白い物語がたくさんあるらしいですね。アメリカの政治現状のほか、ウイルス感染拡大についても質問した人がいました。パーカの妻、ジェーン氏は、21世紀には少なくとも3種類のウイルスが存在するだろう。 しかも宇宙から来たウイルスもありそして将来私たちの生活は宇宙人に監視されるだろうと言いましたいろんな情報から見れば宇宙人はすでに地球に来ており私たちを監視しているらしいです 一方パーカ氏はウイルスには指紋がついているとの研究報告があるのでウイルスは研究室から出てきた可能性が高いと話しました指紋の間の距離より小さいウイルスに指紋がついているということは不思議ですよねパーカ氏は人騒がせをしているのではないでしょうかとにかく現在の時代は 何でも可能性があるのでウイルスは一体どこから来たのかは将来真相を明かすことができるでしょうか現在の世界はすでにおかしくなっているからこのこともまだ謎ですね英国のウイルス感染状況についてパーカ氏は 今年の3月から良くなると考えており、夏になるとロックダウンが解除され、人々は再び周回するようになるだろうと話しました。しかし、パーカー氏は、今回の疫病が終わっても、人類は他のウイルスに攻撃される可能性があると警告しました。パーカー氏は、根本的原因は、 都市部の人口密度がますます高くなるためこれから全人類がウイルスと共存していかなければならないだろうと言いました人間がウイルスと共存するということは絶望的な話ですねこれは人類の科学者はウイルスを完全に消滅させることができないということを意味しているのではないでしょうか パーカ氏の話はインド少年アナンド氏とマレーシアの予言かタトシの予言と驚くほど似ています。インドのアナンド氏は2021年に新しいウイルスが現れるといい、タトシも新しいウイルスは変にしたウイルスかあるいは他の新しい種類の可能性が高いと言っていました。 しかも人類と動物が共通に感染するウイルスが現れる可能性もあると予言していました。これは人類の運命なのでしょうか未来はあまり期待できないでしょうか ?2021 年は2020年よりもっと悲惨な年になるだろうと多くの予言者が言っているのは何らかの根拠があるでしょうか また宇宙人は私たちに連絡するのかいつ宇宙人を見ることができるのかと聞く人もいました。チェーン氏は人々は実際に UFO を見たことがあり飛行機のパイロットはさまざまな UFO を見たことがありますが多くのことは政府に隠されていると答えました。 パーカー氏はまた私たちが現在把握している技術では保守の間を移動することができないと言いました。その意味は人類の科学技術のレベルは非常に低いということでしょうか。パーカー夫妻は中国はロボット兵士を開発していると言いました。これからロボットが発展するのは間違いないでしょう。 ロボットの進化は世界の平和を破壊する原因となるでしょう。実は中共の存在は世界が平和にならない根本的原因です。パーカー夫妻の予言は2ヶ月前のニュース報道を実証しています。アメリカのラトクリフ国家情報局長は2020年12月3日、ウォール・ストリート・ジャーナルを通じて アメリカが把握した情報によると、中共は兵士の体で人体実験をしており、遺伝子を組み替えることで生物的に能力がもっと高いスーパー兵士を生産しようとしている。これは明らかに人類の道徳に違反していることだと言論を発表しました。実は中共には今まで道徳というものはなかったのです。 中教の人体実験についてイスラエルのメディアは中教のこの行為は救世主メシアが現れる前にゴグとマゴグの戦争を引き起こす可能性があるだろうと報道しました。ゴグとマゴグの戦争とは聖書に記録されている終末戦争です。 パーカー氏はシンプソンズの動画の予言についても話しましたトランプ大統領とハリス氏についての予言が当たったためこの動画は最近ホット話題となっていますパーカー氏は シンプソンズはあくまでも動画に過ぎずアメリカ人が注目しているいろんなことを解釈しているものに過ぎないが番組の内容が多く時間が長くなるとたまに当てられることもあるだろうと話し具体的にコメントするのは難しいと話しましたパーカー氏の話は正しいかもしれません シンプソンズ動画はもともと風刺的なアニメで真実の結末になるとは思わなかったんでしょう。トランプ氏は2015年から大統領選挙運動を始めたとき、風刺してくれた動画に返礼するためにわざと動画の死のまねってエスカレーターの上に立って群衆に向かって手を振ったかもしれません。トランプ大統領はもともと ユーモアな人だからわざと動画の死のまねたかもしれません。ただし予言だと見れば予言のように見えるからでしょう。パーカー夫妻と視聴者のホットラインでのやり取りは予言とは言えないんですが、バイデン氏の暗殺や CCP ウイルス感染拡大の状況、宇宙人など将来発生する可能性があることについて話してあるので、 三個予言としして皆さんに伝えました今日は英国の予言家夫妻パーカラと視聴者のホットラインでのやり取りの一部の内容について話しました。ご視聴ありがとうございました。